年会シーズンですから、寝過ごしがたくさん出てきます。そういう人のために西東京バスが、寝過ごし救済バスというのを高尾の駅から八王子まで走らせるので、今日はそれに乗ってみたいと思います。
ました。少々お待ちください。
ありがとうございました。また8丁目です。
というわけで、JR 八王子駅北口に着きました。やっぱりだいぶ高尾よりは大きいですよね。時間は1時35分です。